市議会議員の川口博史です。今日はがれき等の処理についてお話をさせていただきます。東北地方で大変な地震がありました。本当に東京電力そして国、今そこら辺の信頼が薄らいでると思います。どの放射能のレベルなら大丈夫なのか、焼いても問題ないのか、もう少しきちんとした情報を広く出していただきたいし、じゃあなぜあの事故が起きたのか、女川は高台に発電所も電源も作っておってなかった、しかし、福島のあそこの場所は過去にも津波が来ております。じゃあ当時誰がどのような判断で非常電源もそこで大丈夫としたのか、想定外では、ではなくて当時こういう部署でそこでいいだろうと判断をしたと、それが間違いであった、しっかりと検証して、そして今後のエネルギーの在り方、私は電力を選択料金にしてもいいかもしれませんし、まあ、これは行き過ぎかもしれませんが、もっと暮らし日を変えないといけない。その中で今瓦礫の処理、私は九州までトラックで何台も持ってきても無駄になるんじゃないかな。まずは福島の中に早く焼却施設や、を作ってですね、どんどん処理しなければ、それでも何年もかかる。やはり緊急を要する、もう臭いも、発生するでしょうし、すぐ放射能もそんなにない、安全ですよっていうのを周辺の自治体または九州でも構いません、受け入れるべきじゃないかなと思っております。そういった中で、しかしながら本議はわざわざ税金からトラック代を何万もだ何百回で運送してするよりも、その現地にみんなの税金でですね、やむを得ず、その処理場を分別しながら焼却していくのを やるべきじゃないかな。宮城県はの中でも仙台市は政令市でございまして、特に焼却場を持っておるノウハウもあった。しかし県は直接焼却してなくて、セメント業界にもお願いしたと聞いております。こういうと知恵を出し合って、やはりしっかりもう少し国が前面に出て、仙台市は進んでおりますが、かなり進んでおりますよ、そと比べて。それはやはり域内にしっかりした、瓦礫処分ということをですね、まあ、第一義的にやはり、それで応急的に間に合わない、それを地方にしっかり、この分を受け入れてくれないかというのを、しっかり説明して進めていただきたいな。私はそういうことをしていただいたら何ができるのか、福岡は何、どこだったらやれるのか、それからやれる方法ないか、やれる、入れれる、入れないは別にして、入れるためにどういう方法があるか、それを真剣にですね、議論すべきじゃないかなと思っております。そういった意味で北九で、大変な、騒動もありましたが、もう少しですね、しっかり何かできないかということで議論していきたいなと思います。